12月の雨の日っていうのは3人で一生懸命やってたんですよ。僕が12人ギター弾いて、細野さんがベース弾いて、松本君がドラムを叩いてっていう。それでもね、あの3人でやってたらなんかほとんどなんかよくわけが分かんないっていうか、なんか足んないんですよねやっぱりこれはリードギターがないと締まらないという。でそのリードギターをしげる君が弾いたわけですけども、その一番初めてそのリードギターが入った時に、でもハッピーエンドの最初の音っていうのが決まったというか、最初にしてもうほとんどその時に決まってしまったっていうくらいの感激がもう松本君にも細野さんにもあったという、うん、その話からそのしげる君の登場へと話を結びつけたいがいつどこのことだったんですかね。しげるですけども、あの松本さんの家に行ったのが確か最初だったと思うんですよね。あれが何年の何月だったかちょっとはっきり分かんないんですけどね。とにかく細野さんにまず電話で誘われて、で松本さんのとこで、なぜかその時大滝さんはいなかったんですけども、大滝さん以外のですか3人で、こういう曲だと聞かされたのが12月の雨かな。あとかくれんぼも2曲聴かされたような記憶なんですけどね。でそこで細野さんが歌ったの。そうだよ。あ、そっか。うん、で全然記憶ないです。生ギター、セレキギターだけでね、松本さんの部屋でなんかやった覚えがあるんですよね。でそれが割とうまくいって、でじゃあやりましょうってことで始まったわけなんですけどねいつでしたかね全然、うん、先ほどの細野晴臣の話にもありましたように、結成当時彼ら4人が目指していたのはアメリカのグループバッファロースプリングフィールドのサウンドと日本語の歌詞をいかに融合させるかということでした。バッファロースプリングフィールドは1966年にスティーブン・シルズやニール・ヤングを中心に結成された5人組です。ロック、カントリー、R&B などアメリカの様々な音楽の要素をブレンドした独特のサウンドで人気を博していました。3枚のアルバムを残して1968年に解散。その後メンバーはそれぞれ独自の活動を開始するといった具合に、その後のハッピーエンドの足取りと奇妙にシンクロしてきます。ともあれハッピーエンドはハードなロック全盛の時代に、こうした流行にとらわれない独自のサウンドを目指し、しかも外国曲の英語によるコピー演奏が主流を占めていた時代に、全て日本語によるオリジナルナンバーで固めたアルバムで1970年レコードデビューを果たしたわけです。レコーディングのきっかけはどういうことか顔が笑ってたよ。本人が言うとおかしい確か言い出しっぺはね、小倉英二氏ですよなんか首からね、ピリピリじゃないな、なんだろうね、あ、ストップウォッチバそういう感じで来たんだよね確かボブ・ジョンストンかな、うん、そういうプロデューサーの役割を買って出たんですよね。あの記憶力のいい大滝がちょっと今一瞬思い出したんですけども、はい、うん、細野さんと二人であの生ギター一つで、僕が歌を歌ってっていうのを一回やったことあるんですよね。そのステージを見て終わって歩いていたところに、うん、歩いていたんですよ夜、うん、細野さんと二人でどこで、あそこの代々木の近辺のコンサート終わって、うん、そしたらね、あの歩道橋かど歩道橋じゃない横断歩道のところで止まってたら、あの約2名の、うん、あまりちょっとあのメンテのあまりよくわけのわからない2名がスススススって寄ってきたんですよ。一人はなんかサングラスかけてましたけどね、うん、もう一人はなんかあのちょっと正体不明の人間がいてね、君たち事務所どっかあるのとか、なんかね、でレコーディングしない、あね、うんうん、似てないね今の声色そういう感じで言われたんですよ。なんかそれがあのそのストップウォッチをぶら下げた男の人によく似てるような気がしたんですけどね。デビューアルバムっていうのが出た時に、僕が持ってていろんな人から暗い重たいとかというふうにいろいろ言われたんですけど、自分たちとしては出来栄えについてはどういうふうに、あの頃から暗い重たいってあったんだどういうふうに思ったんですか。あ、今思い出しました、記憶力のオタキとしてはとあるあのなんとかっていう雑誌にね、あのであそこだったかな、一番最初に書かれたんですよそのアルバム表っていうのが。ただこういうグループにありがちな暗い雰囲気って言って、それは書かれましたね、うん、ね、東郷薫子さんっていう女の方でしたけど、
それ未だに覚えてますね。僕も覚えてますね、それは。覚えてるね、うん、あれ一番最初に書かれたあのアルバム表、うん、でハッピーエンドについてのあれで未だに忘れられませんね。自分たちとしては明るく乾いているつもりだったんだけどね全く正反対のことを書かれてるんでね、ああ人の印象っていうのはそういう風になっちゃうんだみたいな感じですね。いや自分たちで聞いても今暗かったね今聞くとでしょそれはハッピーエンドはデビューアルバムのリリースと相前後する形で岡林信康、遠藤健二、高田渡、そしてまだアンドレ・カンドレと名乗っていた時代の井上陽水など何人かのフォーク系ソロシンガーのバッキングの仕事もこなしていました。特に当時カリスマ的な人気を誇っていた岡林信康との活動はファンの間でも賛否両論の声を巻き起こすなど大いに注目を集めました。岡林信康というのは当時だから15年前はそのフォークがとにかく全盛だったんですよね。今の人はもうあんまりわからないと思うんですけどね。でそのフォークの神様と呼ばれてた人でしょ、川上哲治みたいな人と関係ないねこれもでそういう時代だったんですね。今にして思えば僕らはあんまり本当は知らなかったんですけどね、あんまりどういう人かっていうことが。でそこでバックバンドをやるということがだんだんフォークからロックっていうかあの時代もだんだん流れていきましたよね。15年考えてみるといわゆる当時フォークとロックをこう分けていたようなものが、まあ、混然一体となって、でなおかつどうでしょうロック寄りというような感じの風潮になってきているように思うんですけど、それのちょうど結果的には岡林信康とハッピーエンドっていうのがこう時代をこうだんだんすり替わっていくちょうどそういう兆しだったのかもしれないですね。 その犯人はね実は言うとね、うん、ボブ・ディランですね。あらやっぱりボブ・ディランがある日フォークギターを捨ててエレキギターに取っ替えてステージに立ったということがボブさん、ね、これがもう日本のフォークの人たちにすごい衝撃を与えたんですよ。あらちょうどその頃です僕たちが捕まったのはだから非常に感謝してるんですけど、それ以外に我々だけで、コンサートをやれるかっていうとそれほどその独自のコンサートをやるだけの、状況はなかったんです。で当時はそのいろんなグループがいっぱい出てきて、やるコンサートが多かったでしょ、まあ、その中にはよく出てたんだけど寄せ集めのコンサートでなければコンサートって開けなかったんですよね。 それくらいにとにかくあの非常にあの狭いエリアの運動だったんですよね。聞く人も少なかったし、岡林と回ったっていうことは非常に割と強い印象を残したみたいね。どのぐらい年間どのぐらいやってたんだろうね。あの当時新幹線でドラムを運んだっていうのは覚えてるけどねドラムはね点数が多いんですよすごく一人ではねシンバルを担当したいくら頑張っても一人では運べないよね。で新幹線止まるでしょ、停車時間ってすごく少ないでしょ、だからその間にわーっと下ろさないといけないんですよ。でその頃の疲労が今頃出てきたそうそうそうコピー派とオリジナル派、日本語派と英語派、そしてフォークとロック、さまざまな音楽の狭間の中にハッピーエンドは誕生しました。こうした状況のもと彼ら4人はかなりの孤立感を抱きながら活動を続けていたようですけれども、それは何もかもが熱く燃え上がっていた激動の1960年代を過ぎて穏やかな1970年代へという時代の流れを誰よりも早く彼ら4人が感知していたことの証かもしれません。彼らはそうした孤立感への反発と自分たちの強い意志を翌71年、風待ちロマンという一枚の素晴らしいアルバムに結実させていきます。ハッピーエンドの一枚目のアルバムを作った時にニューミュージックマガジンという雑誌で、我々はベストアルバム賞に輝きたいというすごい壮大な、ささやかな壮大な実に情けない望みを持ってましたね当時、はい、でだからニューミュージックマガジンで、ロック賞で第一をいただいたというのは、まあ、70年だったんですけども、やはりここにニューミュージックの言われもあるんでしょうね。うんうん、そう、あれがニューフォークマガジンだったらニューフォークになってたんだろうね、これいわゆるニューフォークのってみんなで言われたんだろうか、うん、これなんかニューミュージックマガジンなんか67、8年ぐらいの創刊でしょ。69年、69年、はい、じゃあ69年の日本のロック大賞っていうのに1位に岡林さんが選ばれたんですよ。そうです。で70年にハッピーエンドなんですよ、うん、だから岡林さんのフォークの流れと70年のハッピーエンドのロックの
日本語のロックの流れっていうのを総称してニューミュージックって言われるようになったんでしょうね、今にして思えば。これがもういわゆる仕事化しつつあるというか、もうすでになったとも言われてますけども、それのニューミュージックの定義ですね、これは。うん、だからその2つのだってよく見てみると、その要するにフォックとフォックじゃねえやフォックフォークスロックを足してフォック言えてるよな、これからフォックでいこうニューフォックミュージック、うん、これはちょっとフロイト風に言うと何か何かを暗示してるからすぐに取り外せるニューフォックこいつはいいな、やめたもう話TDK トップオブジャパン、シティハッピーエンド、その第1回。今日お送りしました曲はハッピーエンドで、まず最新のライブアルバムより12月の雨の日、エイプリルフールでトゥモローズチャイルド、ハッピーエンドのデビューアルバムより12月の雨の日、春よ来い、かくれんぼ、岡林信康とハッピーエンドで自由への長い旅、再びハッピーエンドのデビューアルバムより朝、そしてセカンドアルバム風待ちロマンより風を集めてでした。出演、大滝栄一、鈴木茂、細野晴臣、松本隆、小倉英二、構成萩原健太、ご案内は朝岡直美でした。来週のこの時間はシティハッピーエンド、その第2回。1971年から伝説的な解散コンサートが行われた1973年までの彼らの歩みを振り返る予定です。お楽しみに。TDK の提供でお送りしました。